はい、山田でーす、続けて撮ってます。アークキャバリア錦木ですね、紹介させていただきました。で、まあこいつが来たんだったら、まあ次はこいつでしょうということで、ボルトグレネードですね。こちらも一回素の状態に戻して走らせたんですけど、まあひどいひどい、何がひどいかっていうと、ホイールエポンですね、炎の形状のやつ、あれが2枚バネなんで、自爆点灯がひどくて、アーケバリアと勝負させたんですけど、勝負に全然なんなくて、ちょっとね動画撮ってたんですけどボツにしました。まあ1年前もね似たようなことしてたと思うんですけど、いや、あの頃とは違ってパーツが増えたんで、これも見た目だいぶ変わってますし、こっちも結構いじってます。こっちはね、ボルトグレネードスペック2にしようかな、名前。はい、じゃあ変えていったところいきます。まずホイールエポンですね、論外だったんで外しました。で、戦機概要の、ホイールエポンですね、4箇所つけてます。赤がマッチしてていいですね。で、ボルトグレネードといえばスピンなんで、さすがにちょっと IOD なしのスピン改造、このホイールだとちょっと難しかったんで、ちょっと IOD の力を借りようかなと、いう感じですね。リスクは T1 にしたんですけど、最初本当にスピンしかしなくてつまんなかったんで、ちょっとダッシュの隙ができる D1 リスクにしています。それでね、たまにダッシュしたりとかしてくれたりね、まあスピンするときはずっとスピンしたりとかもするので、まあいい塩梅かなっていう感じで、まあまあ気に入っております。ということで、ボルトグレネードスペック2の紹介でした。じゃあ次はバトル行くぞ、バイバイ。